5月22日江戸川河川敷で令和6年度江戸川区合同水防訓練が行われました。参加団体13団体総勢193名集合いたしました。これから江戸川区合同水防訓練を開始します。本日の合同水防訓練にあたり、各防災機関におかれましてはご多忙の中、多大なるご協力をいただき厚く御礼を申し上げます。日頃の県産連磨の成果を遺憾なく発揮され、各機関の連携を密にした意義のある訓練となることを期待し、訓示といたします。この訓練は区と江戸川、葛西、小岩の3消防署など13団体が参加し、水害が多発する時期を前に水防技術の向上や関係機関の連携強化を目的として毎年実施されています。当日は台風や集中豪雨などによる被害を想定し、堤防からの越水を防ぐための各種工法やボートによる水難者救助などさまざまな訓練が行われました。また区と災害時の協定を締結している災害復旧協力会社の皆さんも訓練に参加しました。参加した皆さんは本番さながらの環境でそれぞれの水防工法を確認しながら技術の向上に取り組んでいました。陸域のおよそ7割がゼロメートル地帯である江戸川区。区ではこれからも地域の皆さんや関係機関と連携を深め、災害に強い街づくりを進めてまいります。